はい、酒井さんの三毛で16センチです。お願いします。はい、大柄な二段模様ですけども、切り込みがあり、そして墨もありますので出品いたしました。顔の入りは綺麗な入りです。ほっぺた、目にはかかっておりません。はい、サイドです。サイドです。お腹です。もうね、ここらの木は切り込みがいいですね。墨もいい場所にあります。ここの墨もポンポンと出れば雰囲気、今は二段でちょっと寂しいかもしれませんが、秋にはこういった鯉もですね、墨が出ることによって逆転してきます。はい、今回は三毛が多いですが、本当に悩みますね。悩みます。はい、こういった鯉も本当に肩の墨が出れば、そうですね、本当に変わりますよ ね、 すね、そのあたりこう錦鯉ナビの方にも書いてある写真ありますので、ちょっと実際塗ってみてね。はい、こんな風になるんだという。いや、本当にですね、ポンポンポンと出れば変わりますからね。今2段で、あ、2段でちょっと面白くないなっていうような雰囲気はありますが、ここの墨が各場所出てくると逆転します。それが墨物の逆転の面白さです。はい、いかがでしょうか。酒井さんの三毛でサイズの方が16センチです。ぜひよろしくお願いいたします。